世界一昆布が好きやから昆布屋やってます店長松下光一郎が今日は乾燥塩昆布梅ますばお客様の声を紹介しますお茶漬けに最適とのことまさにその通りです熱々ご飯にちょっとなじませてからいただくのもすごく美味しいですし乾燥した梅もちょうどいい具合でそのままでも硬くありません塩昆布が柔らかく良い味がしますよ 梅がキュッと引き締めて美味しいお茶漬けになります。僕はお弁当に入れるのがとても大好きです。